モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事スカイピアと呼ばれるその国はゴッド・エネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の一方、エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに叩き、そんな状況下スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることに。ちょっと待って、何これ、何なの？どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリーゴーが連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる。おい、あいつらどこに行ったんだ？奴らの行き先は生贄の祭壇。助けたければ仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれ。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃる。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。政界人が紛れ込んだが好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今。いや何やら騒がしくなってきたじゃん。なんざ受けなきゃならねえんだ。とにかくお前らは俺の身の安全を最優先だ。殺していい生贄はあれだけか。なんか来た、早くみんな助けに来てくれ。チョッパーが心配だわ。メリー号に戻らなきゃ。我らの使命はアッパーヤードの一斉掃除。お前たちにもはや逃げ場はない。ここからは手分けして仲間を探そう。メリー号で落ち合おうぜ。海賊の血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。ロケット長浜君、無事だった。ロビンも無事だったか。メリー号に急ごうぜ。道が雲で塞がれてる。雲を消せれば近道ができそうなんだけどね。何すわー、助けに来たよ。ほほほ、はいはい、メリー号に急ぐわよ。政界人ども、ゴッドエネルの試練を受けよう。八つ咲きにされてなくてよかったわ。ルフィか、助かったぜ。メリー号へ戻るつもりが見つからなくてよ。マリーが俺も迷子だ。だね、完全進むぞ。ファイヤードが荒れている。今こそ後期我らの血を取り戻せ。貴様シャンピア、正解人もろとも葬ってくれる。ここまでだ。あいつらゴッドの敵見てたが、俺たちの味方ってわけでもなさそうだな。みてえだな。ナミ、どうした？神の住む島アッパーヤード。この島、まさか。この島もともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。だけどよ、こんな島がどうやって？あの化け物海流しかないでしょう。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間ありがとう神様。空島が黄金鏡だったなんてなあ。おい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によるとそう。それならしたらひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。おい、爆大な黄金があたしたちを待ってる。ああ、黄金鏡を探すのよ。お客さん、船番は俺たちが引き受ける。サンドラの火をともせ。迎え撃て。シャンディアおよび正界人を駆逐せよ。にぎやかにやっているじゃないか。あいつらどこだ？まあいい、大体地図は頭に入ってる。右だな。遺跡っぽいぞ。なんか出そうで怖え。箱舟マクシムの準備もできたし、そろそろ総力戦と行こうじゃないか。星そのものにさあそれが古代都市。見つけたぞ世界人、覚悟しろ。サバイバル、私も参戦させてもらおうか。てめえがもっとか。邪魔で進めないし、どうなってんのよ。黄金がかけらもないなんて、話が違うじゃない。失せろ世界人、この島にとどまるならエネル同様に消すぞ。断念しろ。うわ、別の奴らも来たぞ。シャンディアの相手はお前たちがしてやれ。あっちは私が片付けてこよう。誰か助けに来て。いやー、私たちの縄張りだ。誰かどうにかして。誰も助けに来ないってどういうことよ。暴れる。ひどい気がするわ。助かった。ありがとう。何を企んでやがる世界人。対戦士カルガラ、シャンディアの戦いを見ていてくれ。おごもの。